こんにちは。ちょっとね、このツリーの布に家にあるブローチをつけてみました。布なんでね、こうピンで留めれるんでめっちゃ可愛くないですか。普通のブローチつけただけなんですけど、またね、そのうちこういうオーナメント作るんで、クリスマスっぽいの。こんなフェルトでも十分ですね。編みぐるみとかじゃなくても可愛い。まだハロウィン終わってないですけど、私の中であのオフ会の時のハロウィンでもうハロウィンすっかり終わってるんで、もうクリスマスの準備っていうね。今日はこのもみじをね、あの昨日のライブ配信でおまけでちょっと編んでたんで、これをちゃんと説明しようかなと。来月紅葉を見に行こうと思ってて、なんかせっかくやから京都のね、綺麗なとこ見に行きたいんで、その時に、もうその時にはこのカバン、バッグできてると思うんで、これつけていったら可愛いなと思ってね。これ細い毛糸で、4号で、同じ穴に斜め、1、2、3、4、5、6、7で、ここに一回こう通しといて、でこう丸になるんですけど、ここの部分、茎っていうんですかね、これ葉っぱじゃない部分、これをね、鎖編み7ぐらい、1、2、3、4、5、6、7、これぐらいの長さでいいかなと。で、細編みでここまで戻ります。次の穴に通しときます。で、次このね、短い葉っぱからだんだんこう長くなっていくんですけど、2、3、4、5、5でいいかな。5で、まあ、調節してください。で、次また横の穴にこうやってくるん。で、次は7ぐらい、2、3、4、5、6、7、でまた隣、3、4、5、6、7、8ぐらい行って、で細編み2目、1、2で、次が中長編み1回かけて、3本ともくる、これ中くらいの長編みですね。で次は普通の長編み、だんだんだんってなる感じで、だんだんだん、でまた中長編みを次にやって、で細編み2回ぐらいかな。だね、葉っぱのような形になるんで、でまた隣、こうなりますね。次真ん中が一番大きいこの葉っぱのとこは10目ぐらい編みました。私10、1、2、3、4、5、6、7、8、9で、また2つぐらい細編みで、また
中長編み、長編み2回、中長編み、もうこれはあと同じです。あとこう持っていく感じで、編めたら後ろくくります。もし何回縫い付けたんやったらこれ長く置いといて、そのままこれで縫い付けてもいいですけど、私はもう切りますね。でこんなんなってるんで、タコみたいにこれをアイロンして伸ばすとこうなるんですよ。これね、これさっき作ったやつなんで、これは昨日作ったやつなんですけど、この一番太い部分あるじゃないですか、これ全部10目、鎖編み10目して戻っていくときに、ここ長々編みも真ん中に入れてますね。幅が広いんで、これ長編みだけやったんで、真ん中に長々編みも入れます。これ真ん中10いって、で細編み2回、で中長編みで、長編みの後に長々編みも入れますね。長編みの後に長々編みをこう2回、な幅が広くなるんで、こうやってね、でまた長編みで戻る。ここの部分も長々編み入れたらちょっと太くなったんで、こっちの方がいいかもしれない。こっちなんか全体的に細いじゃないですか。これは長編みしか入れてないから、長々編みも入れた方がいいですね。このサイドにもちょうどいい感じで、これね長々編み入れてるんですけど、こっち入れてないからちょっと細いですよ。はい、こんなにできました。これね、ブローチをつけたり、ピアスにしようか、ピアスじゃない、イヤリング、私ピアスは開いてないんで、これパチンって挟むだけのイヤリングなんですけど、ここで縫い付けようかなと、赤色で、これも二重に縫い付けて、こうやってブローチつけました。これね、カバン、このカバンできたらこうつけようかなと。でこの辺は、まあ、余りなんでまた何かに使えるかなと思って置いときます。あ、ピアスね、これアローアルファでここにつけただけなんですけど、もう取れるかもしれないですけど、今のとこついてます。もう取れたらね、もう 拾って持って帰るしかないですけど、つけてみたんですけど、なんか浮きますね。こうやって私の耳たぶの形が悪いんかもしれない。こうなる、こうペターじゃなくてこうペターってなってほしいんですけど、なんか浮くんですよ。これあれですね、ぶら下げるタイプ の, ピアあのイヤリングの方がいいかもしれないですね。ブラーンってチェーンとかでぶら下げた方が、ここでまあこれも可愛いか、全然目立つけどもう目立っていこうか、紅葉の、紅葉やし、あの人よっぽど紅葉が好きなんやろなみたいな感じで。でも可愛い、今これ青着てますけど、青に赤とかだいぶ映えますけど、これでいこうかな、紅葉ピアスなしでこうやってニットにつけても可愛い。このブローチ、ピアスもこれもつけたら変ですけど、こうやったら可愛いですね。あとストールとかにつけても可愛いかもしれない、紅葉行くときにこんな感じで可愛いな。こんな感じで来月の紅葉までにこのバッグ仕上げます。まあ今月中っていうか、もうすぐできそうですけどね。はい、そんな感じで
あ、もみじでした。もみじ、またね、あの秋冬小物、秋小物ニットの、また紅葉までにね、いろいろ作ります。まあ、秋冬ですかね。ここまで見てくれてありがとうございました。